ジョージ・テイラーは現在のアメリカが州国ペンシルベニアの代表としてアメリカ独立宣言に署名した者の,の一人である。テイラーはアイルランドで尊敬されるプロテスタントの牧師の子として生まれた。テイラーは20代前半で年期奉公者としてアメリカに移住し、サベージ市のウォーウック・ファーネス・コベントリー法事で鉄工員となった。テイラーがある程度の教育を受けていることが分かった。 サベージはテーラーを事務員の仕事に昇進させたと信じられている。1764年にペンシルベニア議会議員に選出され通信委員会と安全委員会の委員にもなった。1775年に独立の支持を拒んだペンシルベニア大議員の代わりに大陸会議代表に指名された。独立への投票を行うには 到着が遅れたが、アメリカ独立宣言の署名の時には間に合った。1777年3月に、ペンシルベニアに戻り、最高会議議員となったが、健康を害したためにわずか6週間務めただけで、辞任した。テイラーは、サベージが死んだ後で、その未亡人やサベージと結婚した。着室で2人の子供を得たが、ハウスキーパーのナオミ・スミスとの間に5人の子供を、 設けた。テーラーはペンシルベニアのイーストンにあるイーストン墓地に埋葬されている。バックス軍民兵隊の大佐相当に選ばれたが、実戦に参加することはなかった。ありがとうございます。